前ら邪魔なんだ。旧時代の海賊が俺のうんざり、お前らにはどいてもらう。俺が誰か、モンキー D ・ルフィ。手を洗われていいやつなんているはずだね。逃げる、笑わせるな。そのサムライとし覚悟はずだ。来てもらってもいい。はい、わかりました。新人でやりまして、はい、はい、こんな感じの。おお、うん、動いとるで、おい、うん、おー通常攻撃もリーチ長っ。ええー、それで振動状態に50%。うわ、1番目の攻撃横に結構幅がありますね。あとは長押しでも、うん、おお、縦に長くなるだ。入ってもらって、はい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 、3段目の効果音かっこいいですね。ピンっていう。じゃあ虹陣を取りますね。次ちょっとスキル2を使おうと思うので、ちょっと待ってね、ここが見やすいかな、この辺が見やすいかな、ね、じゃあ、じゃあ取り始めてもらっていいですか。取り始めてもらってスキル2使いますよ。おー、わー、シールドってこういうことか。力がダッシュできなくなるというすごい、すごい物理こういうこともなっております。じゃあちょっとゾロやるってみるか。アシュラの特性変化のスキル、特性変化はゾロはやっぱりあの赤、青、緑にだけ属性変化するので、白と黒に属性変化することはないです。はい、うわ、はい、そっか、うわ、命がいらねえ、うわ、邪魔だ、うわ、すごい、頼む。じゃあキング来てもらって、はい、取りに行きますね。うん、が相当強そうな気配しますね。離れたとこ行かれちゃったらもうどうしようもないよ、これはもう。ミニマップチェックしておいて、本当に最後の最後逆転狙ってくるところを全部阻止できるから。いや、キングいいよ、取って、はい、じゃあ取ります。91です。妨害が多段なのでキングのあのシールドも剥がすことができます。おお、キング使ってる方多いですもん ね、 ね、そうですね、まあ、なんで非常にお宝を守ることに長けてます。邪魔だな、おい、結構邪魔だなこのシールド非常に強力なキャラクターになってます。でグラグラ状態にすると体力も回復していくので。うわー、なるほど、はい、なるほどな。親子対決、これは味方に白ひげいるとすごい嬉しいやつですね。はい、となっております。以上です。